いやもうキレがねえな、今日の熊本も。ねえ、みなみな気合が入っておる。ありがとうございます。負けられんな。はい、それでは熊本ありがとうございました。あれがちょっと前とか入ってますね。なくてもいけそうじゃけどね。はい、ありがとうございました。熊本、本日最後の公演でございます。気合入っておりますか、熊本。もうめっちゃ気合入ってますね。はい、ということで、じゃあ今からクイズを出すけんね。熊本城のクイズ、しっかりみんなと考えないかんよ。よかね。はい、というわけで、じゃあ次のコーナーご案内いたします。はい、今日がいよいよ最後でございます。分かってる方は一緒に熊本城ワクワク Q&Aお願いいたします。はい、というわけで、このピエロを使ったクイズ問題でございます。問題を出題されるのは熊本城です。そして VR の中に入るのは熊本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。回答者は、皆さんでございます。よかですか。問題が2問ありますので一緒に考えてくださいね。そしてタイトルコール一緒にやりましょう。はい、いいですか皆さん。はい、熊本城、はい、熊本城、はい、ワクワク Q&A、 バッチリでございますね。バッチリ、バッチリよね。任せてください。はい、バッチリです。ちょっとやってみます。いつも、もう13回目最後だってね。そうですね、もうバッチリだと思います。しっかりよろしくお願いします。はい、熊本城、熊本城、ワクワク、ワクワク、Q&A。 これ困ってね。バカバカ違う。クセ強い。ダブル Q&A。 逆 A 採用します。いきましょう。採用でございますか。最後ですからね。熊本ステージですからね。はい、いきましょう。はい、皆さんと行きましょう。はい、では早速なんですけれども、第1問目いきます。はい、いきます。はい、熊本城ワクワクヒューランド、えい、これいいですかね。スタートでございます。今日はそこにすいません、させても構わん。だいぶ恥ずかしゅうございました。それではですね、まず VR を使ってくまモンが散歩するわけなんですけれども、まずは空を飛びます。はい、両手を広げて、はい、パタパタ、うん、パタパタ、はい、パタパタ、見えてきました。これが震災前の熊本城の様子でございます。あ、お客様もパタパタしてる。よかですよ。はい、パタパタ。そうなんです、これ特別見学通路、通路がこれご案内ができるんですね。本丸御殿が見えてきました。そしてうっすら白い透明な通路がありますけれども、あれ特別公開通路です。ちなみに見学通路もう行ってきたよというお客様、手を挙げて。いらっしゃいますね、ありがとう。これ上空で見えるということで VR のすごいところでございます。あともう一つ VR の特徴といいましたら、こちら今現代なんですけれども、江戸時代にタイムスリップができるんです。ドン、こちらでございます。こちらが江戸時代の熊本城。はい、こちらもパタ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 、そうです、そうです。清松子大学生、これすごいです。はい、こちらが江戸時代の熊本城の姿でございます。で、熊本城は加藤清正公が築城した城主様でございます、うん、はい、ということで広いですね、清正公。さよう、東京ドーム21個分あると言われている、はい、そんな熊本城を建てた清正公、早速第1問目に行きましょう。さよう、やった。第1問目はこちらでございます。はい、クマもちょっと考えてね、一緒に。はい、問題。はい、わしの特技、特技な、口の中に拳を入れること、丸か×か、入れられるかどうかということだな。清正子に特技があるんですね。丸か×かでございます。それではシンキングタイム。さあ、外はゴロゴロ言っておりますけれども、館内は一緒に楽しんでいきましょう。シンキングタイムです。さあ、丸か×か、皆さん
考えてくださいね。自分の拳をこう口に入れてみようと思うて入るかどうかをね、一つの手がかりになりやすい。クマモンできるの？それ口の中に拳、あ、うめえなんかね、できないよね。ちょっと手が短い。金属は？金属できるの？いやいやいや、ないよ。キゴ、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 苦しそうじゃん。はい、というわけでありがとうございます。それでは、これ特技、口の中に拳を入れることである、丸と思う方は丸、はい、バスと思う方はバスしてください。皆さん、はい、せーの、はい、おー、はい、おーおーおー、ほとんど丸、あ、バスもいた、バスもいらっしゃいました。ね、はい、ありがとうございます。では、ひもがさと正解をお願いいたします。はい、よかった、正解はこちらじゃん、丸でした。清正子、まさか口の中に拳を入れることができる。当たり前よ。当たり前でございまするか。しかも神じゃん。ね、神様じゃからそんなことはたやすい。ちょっと皆さん見てみたいと思いませんか。おお、拍手だ。ですよね。そういうと思うてな。はいはい。そういうと思うて、ちゃんと用意しとるから。用意、うん、ああ、こちらをご覧いただきたい。こちら、はい、もう見てくれ、この血走ったね。これちょっと大丈夫ですか、これだいぶ苦しそうに見えますよね。あの4回ぐらい終えって言ったいや、もうな、前世紀は、はいはい、若い頃はもう2個ぐらい入れられたんだけど、もう400超えとるから1個入れるのが精一杯ぐらいな感じや。で、はいはい、まあ、他にこのわしの拳を口に入れるということの、まあ、逸話、まあ、なんかもあるんだけど、はいはい、新選組の近藤勇殿、知ってるかね、局長の、はいはい、近藤勇殿はわしに憧れてこの特技を習得したらしい。なるほど、うん、拳を口に入れられるということでね、カリスマね、あの有名でございますよね、うん、はい、ということで、すごいこれ目が血走ってこれ何回目ぐらいですか。いや、もう一発撮りよ。一発撮り、うん、そんな何回もできるもんじゃないからな。これ本当口の中入ってますよね。入っとるて頑張って入れたてだいぶ多いって言うと思いますし、はい、でも待って、あのわしの特技もいいんじゃけど、はいはい、でさっき日頃の特技見せてくれたけど、ジャンプしましたね。なんか他にも私ら特技ないの。え、特技、私のもの特技、いや、そうそう、さよ、私たちの特技でございますか。いや、それはやっぱりくまモン隊長に。あ、そうじゃな、今日はくまモン特技があったらちょっと見せてほしいな。ごめんね、また無茶振りして。特技、この間ばっかりでちょっとあれですよね。ちょっと、ちょっと私の理解が聞いてもらって、あの、私たちもやってるのはくまモンの一発特技です。お願いします。ハゲッチ、腹筋でございますか。腹筋です。腹筋、そこでも腹筋、はいはい、やられたと言いますね。もう、これはすごいという腹筋、あれ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 、特技が腹筋ということでよろしいですか。素晴らしい、拍手、すごいだいぶ気合いの入れ方が違いますね。周りにはだいぶここら辺大きいけどね、引き締まった感じは見た目には言わないってことじゃな。大丈夫、さすがじゃ、くまモンの特技、そしたらじゃあ、やそう、私ございまするか。加藤家の意地見せたい。ちょっと待ちくださいませね、失礼をいたしますよ。なんか準備がいるのか。何ですか。加藤家のね、はいはい、この多彩な才能を、はいはい、ぜひみんなにご覧いただきたいと思って、はい、ちょっとこの度はですね、あの相棒を連れてまいりました。相棒、はい、相棒と共にやらせていただきたいと思います。じゃあちょっと振りをさせてもらってよろしいですか。はい、はい、では姫の特技でございます。お願いいたします。のつみ、おいどんは官軍に負けたとではなか、熊本城とそれを建てた加藤清正公に負けたとでごわす。以上です。
最後は高森かと思った。最後はテリヒコさん高森だ。高森さんの方で、あ、再びあの最後高森様の愛犬2も連れてまいりました。あ、なるほどですね。こんなにも似たるもの見たことないの。父上あざとらしゅうございますよ。両兵殿もびっくりの最後だったけど。ということで、じゃあ以上ということでよろしいでしょうか。いやもう時間もあまりないですので。そうか、はい、いや、ワクワク座からも一人見たいの。ワクワク座からも、じゃあ、もう私やります。じゃあ、すいません、じゃあ一発芸やりたいと思います。拍手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 拍現代、もちろん今は中に入ることができます。あ、今日入れますね、開いておりますので、入ることができます。はい、では石垣、そして天守閣があって、続いては本丸御殿まで行きます。1、2、1、2、1、2、右3曲がって、あ、気をつけて行きます。おーしょ、おー、そして左3曲がる、そして右3曲がる、1、2、さあ次の問題まで皆さんで歩いていきます。はいはい、そしてこちらが暗がり通路でございます。暗がり、暗い通路なんですけれども、明るい、ちょっと江戸時代にまたタイムスリップします。じゃあ江戸時代はこちらでございます。江戸時代こちら、え、できない江戸時代が、あ、ちょっと、じゃあ本丸御殿、ごめんなさい、ジャンプします。本丸御殿にジャンプします。ドゥン、はい、ということでこちらの本丸御殿に来ました。はい、では歩いていきます。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、さあこちら本丸御殿まで到着いたしました。ここからバトンタッチ武装隊お願いいたします。はい、承知いたしました。それではここで皆様方に問題でございます。いや問題これこの問題何をしてるんですか。ごめんなさい、問題、はい、出ました。皆様方、本丸御殿内の一番格式が高いお部屋は何という名前でございましょうかということで、ちょっと難しいござりますから、はい、3択で参りまするよ。3択です。はい、それでは A、 私の父上の名前がついた清正の間。清正の間、はい、B、 金箔、金金に光っております、金箔の間。金箔の間、さあそして C、 将君の間。将君の間、はい、どれでござりましょうか。はい、シンキングタイムです。さあ皆さん A、B、C 一緒に考えてください。さあ何でしょうか。どれでもありそうでございまするよね。実際お子様もたくさんいらっしゃいますので、ぜひ考えてくださいね。 A、B、C
何でしょうか。本日の最後の問題でございます。お、シンキング。さあ、じゃあ A だと思う方拍手をお願いいたします。 A だと思う方拍手。あら、お、パラパラ聞こえましたの。 B の金箔の間だと思う方は拍手。おー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 、まさに金箔ですもんね。そして翔くんの間だと思う方は拍手。ありがとうございます。くまモンは何だと思う？ A、B、C。 C。 そこ A じゃないんかい。フィロンプレーの大事なところだったね。というわけで、くまモンは C の翔くんの間でございました。では正解は何でしょうか。じゃあ皆さんでタイトルコールやりたいと思います。 A は大事ですからね。はい、いきますよ。タイトルコールです。はい、熊本城ワクワク Q&A。 はい、では正解お願いいたします。はい、それでは正解はドン C、 翔くんの間でございます。そうです、皆さん大正解でございます。さあ、この本丸御殿の中にあった一番格式の高いお部屋が翔くんの間。はい、中国の古事に出てくる王翔くんという悲劇の美女がありまして、その方の絵が描かれておることから翔くんの間と名付けられたと言われておりまするが、実は翔くんというのはある言葉の隠語となっておると言われております。これ王翔くん、王翔くん、王翔くん、王翔くん。じゃあ実は王翔くんと将軍様の将軍をかけて隠語にしておると言われておりまして、私の父上の主君は豊臣秀吉様、その嫡男の豊臣秀頼様にもしものことがあったときはこの格式の高いお部屋にお迎えしてお守りしようと父上が思って作っておったというお話が残っておるお部屋と相なっております。現在は熊本地震の影響で中に入れませんが、いずれはまた皆様方自分の目で見ていただける日が来ますので、その日を楽しみにしてくださりませ。はい、ありがとうございました。よそ姫、ありがとうございました。ぜひ震災後の熊本城、また20年かかりますけれども、ぜひよかったらご覧いただければというふうに思います。では皆さん、第2問ほとんど正解でございました。拍手、おめでとうございます。はい、というわけなんですけれども、一応熊本城ワクワク Q&A はこれにてしまいなんですけれども、最後にちょっとワークをしまして集合写真を皆さんで撮りたいと思います。はい、ではせーの、じゃん。というわけで、こちら原子力前に登場いたしました。こちらが懐かしい場所、おもてなしの招待様がここで演舞をされていた場所でもありますよね。はいよ。こちらで皆さんで集合写真を撮りたいと思います。では出演者の皆様ちょっと集まっていただいて、ありがとうございます。どこに行くの。あ、そうそうそう、クマモン衣装ね、衣装ね。じゃあ一緒に着替えに行ってください。よろしく、行ってきます。やった、よろしくお願い。ちょっとね、写真用にお色直しに